県政フラッシュの時間です。県庁の職場環境の見直しを目指して山下知事と兵庫県の斉藤知事が意見を交換しました。会ではまず山下知事が今年6月に働き方や職場環境を改革する会議を設置したことなど奈良県の取り組みを説明、その後兵庫県の斉藤元彦知事と兵庫県生田庁舎に設置された新しい働き方モデルオフィスを視察しました。ここでは出勤率が4割程度、あとはテレワークを基本としていて、通勤時間を子育てなどに活用できるようにしています。そして課長級以下には個人の机を設けず、ノートパソコンで作業するフリーアドレスを採用、資料の作成はデジタル化を図り、ペーパーレスを推進します。このオフィスを各部が順に1ヶ月使用し、課題を検証するといいます。視察を終えた山下知事は、奈良県の改革にも取り入れていけるようなヒントをいただけたと感想を話しました。長年自治会長を務めるなど、地域のために力を尽くした人たちを表彰する式典が奈良市内で行われました。表彰は長年にわたり住民の自治組織を盛り立て、豊かな地域社会づくりで功績のあった人をねぎらうもので、1971年から続いています。今年は知事表彰など3つの表彰で、各自治体から推薦のあった合わせて61人が対象となり、山下知事や県自治連合会の梅林宗介会長から表彰状や感謝状を受け取りました。来賓として挨拶した山下知事は、担い手不足や高齢化が進む中、自治会の切り盛りにはご苦労が多いと思うが、後輩の育成にもお力添えいただきたいなどと述べ、住民の結びつきをさらに強めていくことを呼びかけました。地域を支えるために頑張ってきた皆さん、最後は晴れやかな表情でカメラのフレームに収まりました。ではお知らせです。魚の良さを広く知ってもらうため、塩サンマの無料配布を行います。このイベントは魚介類に関する知識や料理方法を発信するなど、魚の消費拡大を図るための活動を行う県魚食普及協議会が開くものです。10月17日火曜日午後2時から近鉄奈良駅前の行基広場で、塩サンマとすだちを無料で配ります。配布対象人数はおよそ700人で、1人2尾までです。なお入荷量によって配布する人数は増減することがあり、好転の場合は中止となります。今が旬、秋の味覚の塩サンマをぜひ食べてみてください。詳しくは県魚食普及協議会事務局までお問い合わせください。大型台風による風水害を想定した総合的な防災訓練を行います。訓練は10月22日午前9時から12時まで、吉野町の吉野運動公園で行います。訓練では大型台風の接近で吉野川があふれ、土砂災害によりライフラインの被害が相次いだ状況を想定し、被災地での救出・救助や避難所の開設など総合的な防災訓練を行います。参加するのは消防や警察、防災に関係する機関などおよそ80の機関と地域住民です。公共交通機関をご利用の場合は、近鉄大和上市駅から無料送迎バスにご乗車いただけます。お車でお越しの方は吉野さくら学園に駐車後、無料送迎バスをご利用ください。訓練会場周辺には駐車はできませんのでご注意ください。以上、県政フラッシュをお伝えしました。